アメリカ海兵隊のベルボーイング V-22、オスプレイスペイン海軍のマクダネルダグラス EAV-8B ハリアー2、プラスパワードリフト機は、エンジンの力で垂直離着陸を行い、水平飛行には、固定翼を用いる、航空機である。ヘリコプターと同じように長い滑走路がなくても、離着陸でき、かつ、固定翼機と同じくらいの速度性能を発揮できる。パワードリフト機には、 アメリカ海兵隊が用いているベルボーイング V-22 オスプレイのようなティルトローターやティルトウィングなどがある。これらはコンバーチプレーンと呼ばれる。それ以外のものとして英国のハリアーのようなダイレクトスラストなどがある。1997年8月21日、FAA からベルヘリコプター、ボーイング及びアメリカ海兵隊のパイロットに対し、 パワードリフトの民間操縦資格が初めて発行された。各機種の揚力及び水力パワードリフトは ICAO 及び FAA で用いられている航空機の分類の中の一つを表す用語であり、エンジンにより駆動される揚力発生装置、またはエンジンの水力により揚力を得ることにより、垂直離陸、垂直着陸及び低速飛行が可能であり、かつ水平飛行中は、 非回転翼により揚力を得る重航空機と定義されている。コンバーチプレーンは垂直離着陸にはローターの水力を用い、水平飛行には固定翼の揚力を用いるように転換を行う航空機である。ベルボーイング V-22 のようなティルトローターやティルトウィングは前進飛行する場合にはローターを前方に傾けてプロペラのように働かせる。 翼端損失を軽減するため、大きなリング状のダクトでプロペラを囲むダクテットファンを備えているものもある。飛行中のアメリカ空軍 CV-22 ティルトローターのローターは、固定翼の翼端に配置された回転シャフト、またはナセルに取り付けられ、揚力と水力の両方を発生する。垂直飛行時は、水力が髪型を向くようにローターが傾けられ、 ヘリコプターのように揚力を発生する。速度が増加するに従って、ローターを徐々に前方に傾け、最終的には、プロペラと同じように、ローターの回転面を胴体に対して垂直にする。この状態では、翼が揚力を発生し、ローターが水力を発生する。翼は、ローターよりも効率よく、揚力を発生できるため、ヘリコプターよりも高速で飛行できる。 ベルボーリング V-22 オスプレイは2台のタービンエンジンが3枚のブレードを持つ2つのローターをそれぞれ駆動する総発ティルトローター機である。ローターは垂直飛行時にはヘリコプターと同じように働き、前進飛行時には固定翼機のように働く。初飛行は1989年3月19日であった。レオナルド・オータム・ウィンター609は 民間用ティルトローター機である。垂直離着陸が可能なこの機体は、2名の搭乗員及び9名の乗客を乗せることができる。2020年3月現在、FAA の認証を取得するための手続きを実施中である。ティルトウィングは、ティルトローターと似ているが、ロータが翼に固定されており、ローターだけではなく、翼全体が垂直から水平まで傾くようになっている。 バートル・ v z マイナスには1950年代後半に開発された研究機である。他のティルトウィング機と異なり、プロペラではなくローターが用いられていた。1958年7月23日、垂直飛行から水平飛行への完全な転換に初めて成功した。1965年に退役するまでの間に450回の飛行を行い、 そのうち34回の飛行において完全な転換に成功した。ローターウィング機は試作機しか製造されていない。ボーイング X-50 ドラゴンフライは2枚のブレードを持つローターをエンジンで駆動して離陸する。水平飛行においてはローターを停止し翼のように働かせる。カナード翼と尾翼は飛行形態を転換する間の揚力を発生すると共に 全身飛行艦の安定性及び操縦性を増大させる。2機の試作機が製造されたが、いずれも事故により破壊された。シコルスキー X ウィングは4枚ブレードのローターを持ち、ヘリコプターとして飛行する際のブレード表面に生じる。揚力を制御には圧縮空気が利用する。高速全身飛行時にはローターの回転を停止し、X 字型のタンデム翼として、 揚力を発生する。ただし、計画がキャンセルされるまでの間に、このローター系統を装備した機体が実際に飛行することはなかった。テールシッターは、ビブを下にして地面に立てられた状態から垂直に離陸し、同じ状態で垂直に着陸する。離着陸以外の飛行は、機体全体を前方に水平になるまで傾けて行う。量産に至った機体はないが、 プロペラ、または、Z 推進の数種類の実験機が飛行に成功した。ターボプロップ機である、コンベア X55 のように、飛行モードへの転換に成功した機体もあった。コレオプターは、揚力を発生するローターの周りにダクトを形成する、円管翼を有している。全身飛行への転換に成功した機体はないが、スネクマシーン450コレオプテールは、 ジェット推進を用いて離陸し、ホバリングし、垂直に着陸することに成功した。ドイツのホッケウルフとリープフリューゲルは、第二次世界大戦中に研究された機体である。それは、パルスジェットを用いて、コックピットの後ろにあるローターを胴体を軸として回転させるものであった。これをプターと同様にビブを下にして離陸及び着陸し、離陸後は機体を、 ピッチ方向に傾け、全身飛行のための水力を得ようとしていた。風洞実験用の模型が作られただけで、実物が製造されることはなかった。軍用の垂直離着陸ジェット機である、ハリアージャンプジェット及びその系列機は、水力変更を利用して垂直及び短距離離着陸を行う。1960年代には、類似した機体が多く生まれたが、 成功したのは、ハリヤーだけであった。垂直離着陸が可能なこの機体は、野原、道路及び幹線などの境外な場所においても運用が可能である。この機体の後継機として設計されたのが、次世代軍用垂直、短距離離着陸機であるロッキード海 -35、ライトニング二である。リフトジェットは、垂直離着陸機において、 垂直方向の水力を発生するために用いられ、前進飛行時には停止される軽量ジェットエンジンである。主エンジンの水力変更スラストに加えて、リフトジェットを補助的に使用する機体もある。この方式については、旧ソ連の約マイナス38フォージャーのみが実戦配備できたが、ソビート連邦の崩壊後の1992年に退役した。リフトファン方式は、 通常の固定された翼、または胴体に開けられた大きな穴に揚力発生用ファンを配置するものである。このファンは垂直及び短距離離着陸時に用いられる。ファンで揚力を発生しながら離陸した機体は通常の固定翼機と同じように全身飛行を行う。いくつかの実験機が飛行に成功したが量産に至ったのは回マイナス35ライトニング2だけである。 ありがとうございます。